この範囲で敵が多分来ると思うんで、近づいて。ここで。来たー第1位、ドンカツ、取れました。イエーイ。はい、どうもそうです。で、今回もじゃねえわ。久々にね、荒野行動やっていきましょう。でね、なんかね、荒野行動、なんか PUBG に起訴されたらしいですね。PUBG コーポレーションに。かわいそうっていうか、まあ、別に僕は起訴されようが、されなかろうが別に興味はないんだけど、なんかやってほしいっていうコメントがあったんで、まあ、久々にやっていこうかなと思います。まあ、なんか、荒野行動なくなるよ、みたいな感じのこと言われてるのにもかかわらず、今更ね、動画を投稿する、おっとおこって感じでね、やっていこうかなと思います。まあちょっとね、久々にやるので、ちょっと、プレイングについてはね、まあちょっと、足からずって感じでやっていきましょう。ちょっとね、もうマップも全然理解できてないし、操作感もちょっと全然理解しないんだけど、もうちょっと頑張っていこうかなと思います。はい。近くにいるかな？あ、いますね、後ろに。頑張っていきますよ。この家にちょっと降りましょう。で、あそこが良かったかもしれないけど、まあ、ええわ。うん。まあ、僕もね、まあ、ちょっと、こういうことたまにね、まあ、ちょっと空いた時間にやったりするんですけど、操作がすごく難しくて、ほら、もうなんか、ダウンジャケット脱いじゃったよ。せっかく買ったのに最近。空いた時間にね、まあ、ちょくちょくやる程度なんで、まあ、本当にすごい上手って感じではないんですけどね。まあ、何度も言うけど、うまいプレイ見たい人は、まあ、ブラウザバックを、してくださいと言うとおりますけどもね。ここないな。ちょっと倍率スコープが欲しいでござりますけど、ちょっと。なんか、僕、全然関係あんのかな、わかんないけど、前に僕、モンストのね、2年ぶりにモンスト起動したっていうね、動画を、まあ、投稿したんですけど、まあ、登れない。それの動画で、なんか、PUBG じゃなくならないよ。なんか、荒野行動、なんか、起訴されたらしいんですけど、どう思いますかみたいな感じの、まあ、コメントがあったんですよ。それを見てね、ちょっと、いろいろ、まあ、なんか、別にどう思わない、別に荒野行動が起訴されようが、どうも思わないって何度も言ってるんだけど、レンガとかあるのこれ、このゲーム。このゲームレンガとかあるの、やば。このゲームサスペンス映画じゃん、もう。アイアンサイトの。え、待って、これ、スナイパー、ついてるの最初から。あ、初めて知ったわ。はーい。荒野行動が起訴されたことについて、まあ、どう思いますかみたいなコメントがあったんですけど、まあ、なんか、ね、なくならないんじゃないかなって、なくならないんじゃないかなって感じですね、荒野行動。うん。まあ、なくなるまでには、まあ、多分あと1年くらいかかると思うんですよね。うん。僕がなんか法律とか全然知ってますみたいな感じの口調なんだけど、全然知らないからね。こんな感じで、こんなこんなしてるうちに。荒野行動って、最大人数103人なんですね。今初めて気づいたわ。うん。とりあえずここでちょっと待っとけ。まあ、ちょうどね、なんか真ん中あたりなんで、範囲の。結構いいところ取ったんじゃないかなって感じなんだけど。ショットガンなのがちょっと怖いな。ちょっと僕本当にこのゲーム当てるのが本当にちょっと、下手くそすぎて、全然当たらないんだよね。本当に。だからちょっと厳しい。何あれ、なんかゴンドラがある。え、あんなのあるんだ。あんな動くやつあるんだ。あれ、人乗ってんの？乗ってないわ。あ、なんかあれ、自動的な、動く的な感じのやつなんだ、あれ。そうなのね。ちょっと見とくか。あっちから敵来そうだな。あのゴンドラって乗れるのかな？乗れたら楽しそうですね。うわ。ギリギリ。ギリギリ、範囲に入ってるけど。ちょっと待、やべえな。泳ぐか、これ。次範囲どうなるんだろう、これ。ちょっと怖いけど。まだ、ちょっと待機しときましょう。なんか車の音がする。車の音がするよ。おー、なんか事故ったな。事故った音がしたぞ、今。あんま足音、ちょっと、ここにいんの？とか、どういう状態？わからないよー。怖いけど、ちょっと、範囲がちょっと狭まってくるまでちょっと、待ちましょう。ちょっととりあえず、ショットガンじゃなくてね、ウージにしました。ちょっと怖いんで。ショットガン撃って外したらね、次の弾撃つのちょっと結構時間かかっちゃうんで、ちょっとウージの方がいいかなってちょっと思って、ね、思いましたとか言ってるけどさ、なんか、はい、ちょっと、やばくない？はい、やばくない？今。ちょっと歩いたら、はい、入れるね、でも。近くになんか車がある、ほら、車の音、
あー、車の音って感じなんだけど。大丈夫か？あっちにスポーツドリンクあるじゃん。トロトロトロ。ちょっと人がいたら困るけど。足音あんまり立てないようにね。気をつけましょうね。うん。ちょっと、怖いんで、ちょっと頑張って。車間で歩いたら足音立たないんで、これ。待って。あ、ちょっと、スカ、何これ？なんて言うのこの銃。わかんないわ。なんか漢字で書いてたわかんないわ。とりあえず、あと、50秒でちょっと、範囲来ちゃうけど、移動するかこれ、今。ちょっと怖いな、移動。移動するの怖いな、でもやるか。人は動かなきゃいけない時も、たまにあるんだ、行動しなきゃね。荒野行動だけに行動しなきゃ。こういうつまんないこと言うとね、絶対殺されちゃうからみんな気をつけて。ちょっと、物資のとこ行ったら殺されそうだから怖い。物資のとこ行ったら殺されそうだな。あそこから顔出してきたやついたら本当にもう死んだ。死亡確定って言うとりますけどっていう状態になるから、あそこにあるゴンドラ？あそこにある、ちょっと待って。オッケー、一旦走ろう。あそこにあるゴンドラにちょっと一旦走って向かいましょう。周りにないか、ちょっと心配。周りにないか心配ですけどもね。もう走って、行きますよ。うん。で、ここにもいたら終わりだよね。一回ゴンドラ、逃げる時のためにゴンドラに乗れるようにね、逃げるために。ここに上に行っときましょう。ここら辺から。ここ見えんな、これ。この間とか、間には入れないか、さすがに。伏せよ。うん。ここまだ範囲に入ってるんで、ちょっと範囲がここからずれた時はゴンドラに乗って移動しようかな。うわぁ、未だにずっと赤色の煙が立ってるんだけど。煙、立ちすぎ、あそこにある煙も、立ちすぎ。どうしよう、待って待って。もうゴンドラ乗るか。乗りましょう。はい。レッツゴー。動かないじゃん。動いた。いいね。いやー、怖いな。人がいたら困るんだよ、本当に。もう、着いた先に人がいて、無事死亡みたいな。無事死亡するっていうルートだけは避けたいね。うん。いや、範囲がそろそろ動き始めま、やっぱ。いやー。ちょっと、これはいけるだろうか。これはいけるのだろうか。うん。あんたの、うわわ、ちょっとずれちゃう。ちょっと、このゴンドラの壁を利用してね。ちょっと、私はいませんよ、状態を、ちょっと、何これ、止まったん。おー、危ない。ゴンダラ止まんの？あ、やめて、急に。怖い。ゴンダラ止まるじゃん、急に。え？こういうもんなの？ゴンダラ急に止まんのやめてって感じなんだけど。ちょっと、あ、人いる。ちょっと、撃ちたいけど、撃ったら絶対逆にね、撃たれて死んじゃうよって感じの状態になりかねないので、ちょっと、やめときます、今は。あの岩ね。あの岩の後ろにいるってことね、人々は。うん。で、割と、あー、いる。乗ってんの気づいてんのかな人。撃つかも。OK、やった。あとは、あ、いる、いる、もう一人いるんだけど。え？あー、ちょっと。おい。おい、死んじゃ。何してこれバカなのこの人。ちょ、ごめん、悪口言ったった。ごめんね。ちょっと、これ、スポーツドリンク飲んどこう。怖いね。気づいたら残り5人になっちゃったよ。どこなんだよ。マジであの煙立ちすぎでしょ、煙。煙、ここにいれば多分、いればね、多分大丈夫な気がするんで、いるな、ちょっと。え？岩に当たったんだけど、意味がわかんない。はーい、リコイル制御というか、なんかもう遠くに狙うね、局者撃ちができなくて完全に死にましたっていうパターンでございますけどもね、この状態。ちょっと待って、今やばい。どうしよう。左とかにいるかな、人。あ、大丈夫ってこと祈って、レッツゴーって言うてますけどもね。ちょっと怖いな、ちょっと伏せて、生きていきましょう。いやこれもう左側から撃たれてさ、おだぶつとかマジでありえないからね。あのさ、物資のとこにいそうなんだけど、見えないわ。ちょっとあと9秒しかないよ。10ミニッツ、いや、9ミニッツとかもう5ミニッツしかない。やばいよー。伏せながら移動しよう。うん。僕の目の前に来たやつはもう全員殺すからねっていうもうこの状態。あと4人。頑張っていきましょう。待って、もうこれ、あー、無理。これ絶対、撃たれとる。いや、誰か撃ちゃってるな。あの木の後ろ、おー、痛い。範囲がちょっと、走れないんだけど。お、範囲が痛いですよって言うとりますけど、もんたち。待って。ちょっと。え、まだ範囲これ、来てんの？これ範囲の見分け方がちょっと、おーい。危ねえ。ちょっと救急パック使っとこう。バレてないのこれ、誰にも。
残り3人っていう状態ですよ、これ。上取られたら負けんな、これ。ここ、僕が今、向かってるところがちょっと安全地帯なんで、隠れつつ、敵いないか確認しつつ、行きますよ。よし。あそこいるか人。あいつ、おい、あ、いるいるいる。オッケー。あ、おお、お、なんでこれ立ち上がったんだよ、お前。立ち上がれ日本っていう状態。待って、やめ。どこにいんだ、あいつ。人。あと一人だよ。あそこにいんな。僕が今。もう僕がかなり有利な状態なんで。うーわ、もう最悪っていう状態。待って。最悪 NG 状態。僕が今有利なんで、落ち着いてね。ゆっくり。いや、これどうなんだろうな。手が震えてきたぞ。この範囲で敵が多分来ると思うんで、近づいて。こいつあれだな、回復してんな、あそこで。来たー第1位、ドンカツ、取れました。イェーイ。あ、え、これ簡単すぎない？簡単すぎない？あれ？え？あっさり勝っちゃったんだけど。わぁ。え、ドンカツ取れちゃったわ。やったー。ということで、まあ、楽しいですね。楽しい。結構楽しいわ、このゲーム。やってみたけど。はい。ということで、まあなんか、荒野行動ね、PUBG になんか、起訴されたらしいんですけど、まあ、別に僕はどっちでもね、まあいいと思うんですけど、ね、PUBG にもいい方に、荒野行動にもいい方にね、進んでくれたらいいかなって思いました。まあもし好評だったらね、この動画が、またね、動画投稿しようと思います。ということで、まとめてください。